はい、どうもこんにちは。久しぶり始まりました。今日も、精霊の自然霊ちひろさんと一緒にお話ししていきたいと思います。はい。今日はなんかね、ムータリック系の話みたいなことを聞いたんだけど、ムータリック、はい、ほうほうほう、ムータリック、ムータリックってね、失われた大陸、ジェームズ・チャーチワード、そうですね、うん、まあ彼が著作で残した太平洋になった幻の大陸っていうね、話がね、もう一夜として知ってた、沖縄の方からの彼のあたりがちょっとムータリックだったんですよね。なんか著作の中ではね、多分なんかそうなってるけど、実際ほら、ね、水中監督が調べたら、まあ、そこに大陸みたいなのがちょっと見当たらないみたいなことだから、実際何のこと言ってたのかちょっとよくわからない。だけど、いろんなところからそのね、そういった大陸があったようなね、証拠っていうのが出てきてるんですよね。確かなんか宮古島の大きかったのはどこだったかな、うん、なんかダイバーさんが潜った時に水中に来てたっていうのを、ね、そうですね、だからそういったね、なんかそういったものもあるかもしれないし、人によってはその、ね、地殻変動する前の、ね、場所のことを言ってるんじゃないかっていう人もいるし、はい、まあ、人によってはこの物質次元の話じゃないっていう人もいますし、ちょっとね、なかなかね、うん、まあ、でも興味いつも時代に語られるそういったね、スピリチュアルのオカルト好きの人に語られるテーマですよね、ムータートランティスキーのね、ムータートランティスキーのね、どっちが気になりますか、ムータートランティスキーのね、どっちもいいんじゃないですか、どっちも、私のメリットの方なんですけど、ムーは本当に自然に繋がっていた、本当に自然の中で力を使っていた、うん、で、アトランティスが私は意志とか、なんていうのかな、まあ、神聖幾何学的なことのパワーってあるじゃないですか。それを使って文明を築いてきたっていう感じじゃないですか。ちょっといろんな著作とかでそんなイメージを受けたってことですか。いや、その時私の本読まないんですけど、簡単ですね。あ、それイメージの話ね。うん、アトランティスってどちらかというと、うん、あ、よくわかんないですよ。地球界とか、あの辺の地域をアトランティスって、うん、言うって聞いたことあるんですよね。うん、なんかね、アトランティスは逆に大西洋、モロッコのスペインとかに、はいはい、ヘラクレスの柱の向こう側にある大陸っていうのは、それがね、まあちょっと詳しくここに出しますけれども、そういったことをね、伝えている人がいるっていうことで、同じ時期、同じ時代だったみたいな話もありますし、なんかある時期語ってたけど、まあ、この事実はどっちかわからないんですけど、私のイメージの中ではムーが先だったんですよ。時代的に、ムーが先で、後でアトランティスができて、で、ちょっとムーの残像とアトランティスと、結構大変して語られません？なんかあんまり仲がいいっていうことじゃなく、ムーに対してアトランティスみたいな、アトランティスに対してムーの考え方はみたいなね、そんな感じですよね。やっぱり自然に力を使う側と、やっぱりどちらがいいとか悪いとかなしにしてね、やっぱりいろんなものにある力を利用してっていうのと、文明の生き方が違ったんですよね、なんかね、ちょっと、まあ、さっきなんですけど、奈良の方通ってたら、なんかね、スーパーで、あれ奈良じゃないの、九州の方かな、奥さんね、スーパーで、ラムーっていうスーパーが知ってますね、九州かな、もうラムーっていうスーパーがあって、うわーってやっぱ来てんなって思ってちょっと買い物したことあるんですけど、知ってますね、スーパーラムーは大変ですけど、はい、ラムーですよね、私の中はね、ムーとアトランティスだとどっちの人もいたかもしれないんですけど、私の話はどちらかというとムー寄りなんですよっていうのは自分で感じてたんですよね。今の話、過去生で過去生そう、はいはいはい、だからね、ある時のきっかけにね、響いたことがあったんですよ。それは何かというと、ラムーの魂って言ったんですよ。ラムーの魂って言ったんですよ。そのスーパーの魂。私スーパーの魂。いやいや違いますね。
かよく言われるストーリーっていうのが、やっぱりその無大陸でその太陽神を祀っていて、その太陽神のことだったり、その太陽神を祀る王だったりするんですけど、その人のことをラムーという名前がついていたみたいな話をよくね、耳にするんですけど、そういった感じですか？そうですね、私がいたのもそんな感じでしたね。やっぱり、まあ、統治してたっていうか、だから文大陸のもう少しちょっと上の方にダメってやつだと思うんですよね。上の方って言ったら、なんかね、そう、イメージやからちょっと納得がね、統治に存在してたかもしれないけども、なんていうのかな、それこそ先ほど、マギさん、マギ言われたような感じで、なんかちょっと、脳を統括してたみたいな。じゃあ、その、なんですかね、ジューバさんのイメージの中では、ラムーっていうのは、別に王とかそういうことじゃなく、その、ニューテレビの中でも、一部の王国として捉えているんですかね。それは、太陽神の王国だったと思います。でね、やっぱり、ラムーの紋章とかあるんですよね。そのラムーの紋章っていうのは、僕はニューカーの紋章っての見たことあるんですけど、はい、それと一緒ですか、十字の丸に。どんな十字ですか、こんな丸に十字。そう、で、なんか白と黒だったような、なんかちょっと、まあ、ちょっと出しますけど、こんなイメージ、これですか。そうですね、いくつかあるんですよ。天皇陛下、地球みたいな紋章なんかしなかったっけな。それとかね、私がね、ちょっと記憶に残ってるのはね、いくつかシンボルがあるんですけども、ヒトラーのマークじゃないんですけど、スワスチカ。スワスチカ。マンジ、マンジですよね、マンジと、そう、逆も右回り、左回り。そうなんですよ。あれっていうのは、十字架、十字架をさらにカーブにしたときに、このね、こうあるじゃないですか。こう、僕は。でね、演技したときに、何十キロになるんだろうな、なんか聞いたことありませんかね。シューッとそのね、このスワスチカのね、何十を皮を止めるんですよ、そうすると周りに点になる。なんか結構ね、十字架よりもカーブな感じみたいですよ。そうなんですね。私もちょっと、それが自分が調べた受けようになられるんですけど、ちょっと時間が20分超えたから、もうすぐ目止めに入っていくんだけど、もう1回ぐらい20分だから、そうか、もうね、それからね、ラムーで、ついさっき発見したんですけど、ちょっとね、中国系の、そういったちょっと団体とかで、やっぱしね、なんかね、その一番最高神みたいなのを、なんかラムーって言ったりもするんですけど、それってね、で、なんでなんだろうと思った時に、中国で、ラムー、ムーってムーチンって言ってお母さんのことなんですけど、ラムーっていうのは、年多いなって思ったんですよ。だから、ラオムーって言うんですよ、彼らは。そうした時に、まあ、母なる大地って言いますよね。まあ、地球だったりとか、そういったものに対して、母親をイメージして呼ぶ、読み方で、ラオムー。それがラムーになったみたいな、その中国系の解釈っていうのにしてね、そうなんだと思いながら、最近発見したんですよ、そういうことね。まあ、ちょっとね、皆さんも調べてもらうと、いろんなね、舞台でラムーでね、行くと思うんですけど、ラムーに。はい。なんかメッセージを送ってますね。何？なんかイメージを送ってもらって。イメージ？あ、それいいのね、じゃあ。自分はどうなんだろうと思うときに、必ずサインを残してるんですよ。はい、私だからのことになるかなとかあるときにね、自分の部署がそうだとか、それとか名前とか、家の紋章だったりとか、で、何か自分の魂に続くようなサインっていうのがあるんですよ、残してるんですよ。で、私、実はうちの家のね、家紋がね、あれなんですよ。マジなんですよ。それも面白い。私すごく嫌だったんですよ、お寺のマークみたいでね。なおかつ、私もしかしてラムーに関係あるかもしれないなと打ち上げてる時に、嫌だったとこ、これ嫌だ。
地下っていうのかな、うん、あ、そういうことだね、うん、あ、遠いかなみたいな、でそのマークのうちの家の家紋だしみたいな、まあ、なんかなんかそういうのがあります。まとめよう、うん、はい、そんな感じで皆さんもちょっとね、はい、グルタリとかになって、ね、そうですね、調べてみると面白いかなと思います、はい、じゃあ今日はね、ここでやりたいと思います。